電撃結婚の羽生結弦の相手を公表できないまさかの理由とはいこすけです。本日は少し前のニュースではあるんですけど、羽生結弦さんが、えー、見事電撃結婚して SNS で発表したんですけれどもね。なんと結婚相手が公表されてないということで、これなんか理由があるんじゃないかと。普通公表するのに公表しないとおかしいぞということで、えー、まあネットではいいんな話題になってまして。 そこらへん深掘りしていきたいと思うんですけど。まあ、ね、ファンはやきもきして、過去には熱愛を報じられたことはあったが、結婚相手が一体どんな人なのかってことだね。そこはファンの妄想をかきたてながら、ちょっと変わったふムートが広がっていると。この度私、羽生結弦は入籍する運びとなった。 ツイッターでは、18行に及ぶ結婚に関する内容は冒頭の一文のみと、肝心な結婚相手は全く言及せず、感謝の気持ちをひたすら綴っていると、ネットで特定加熱。まあ、浅田真央ちゃんとか、ね、宮原智子さんとか、羽生の熱烈なファンと公言したメドベージュワさんとか、えー、スケート仲間との仲良しぶりが話題をさらったこと、他にも韓国の選手や、元国民的アイドル人気アーティストも彼女じゃないかと、名前が取り出されたとで。そんな女性をめぐる過去の情報をもとにネット上では早くも羽生嫁を特定しようとする動きが熱し始めてるで言えない 理由萩原ひろこ氏は素直にお言いいいすすればいいと思うんですけどやっぱり、羽生さんクラスだと大変。福山雅治が結婚した時以上の、え、ズロスが広がる。ファンでは自分の息子恋人と本気で錯覚してる人もいるだろうし、奥さんになった人は逆恨みを抱かれたり、 外に出られなくなったりするかもしれません。民間人なのでボディガードを何人もつけられるわけじゃない。相手を明かさない気持ちをわかるということでね。この人嫁さんって言うと逆られされる恐れがあるから言わないじゃないかっていう、萩原弘子さん言ってるんですけれども。相手は誰なのかっていうことをちょっと深掘りしていきたいと思うんですけれども。まあ、明かされてないってことは、まあ、一般人っていう可能性ももちろん考えられると。で、その上で、羽生結弦の結婚相手を噂されてる有力候補が2名いらっしゃるということで、あくまで推測の範囲で、最初の1名、やっぱこちらですね。はい。ドーン、まですね。で元 AKB のまゆゆ。で は羽生結弦の大ファンが有名で2014年にはインスタの裏側も流出したと。14年に眉毛のインスタの裏側から流出したと見られる画像やテキストは拡散された。でそこではマネージャー許可降りたら、羽生くんとお付き合いしますと。 言ったコメント。これはもう、うん、付き合ってたということで間違いない,ということなんですけど、この時の画像ね、まあ許可あったらもう付き合うということでマユユの方がファンだから近づいていったんだ。ただね、2014年といえばマユユが AKB 総選挙で1位を獲得した時期になります。さすがにこの時期に裏側を使って羽生くんとお付き合いしますや羽生結弦のファンであることを大々的に投稿することはないかと思われます。そのためこの裏側がマユユさんご本人のものである可能性は低いと。しかしマユユは羽生結弦のファンであることは確かなので羽生結弦 選手に合わせてほしいと話していたことや同じホテルでの目撃情報もあったということでまあこれはかなり黒に近いんじゃないかということですねでねマユイは2020年6月1日に芸能界引退して今一般の方となっているということで一般の方だからもう言う必要もないだろうということですねでさらに2016年に恩明氏の橋本京明さんが羽生結弦選手を占った際28歳で結婚が来るとし年上の女性をキーワードとしてあげたということでマユイは1994年の2月26日早生まれだから、えー、94年 12月7日生まれの羽生よりも学年が1個上で、年齢も一切年上と。えー、もちろん推測になるがこのことからも羽生譲りの結婚相手が、まあ、英雄である可能性もないとも言い切れない。可能性はかなり強いってことですよ、これね。二人目が、高校の同級生と。2016年には高校の同級生エイコさんとの熱愛が報じられた。で、そのエイコさんの情報こちらね、生き物係の吉岡さんに、どういう顔だかちょっと忘れちゃいましたけど、ね、生き物係のボ、ボーカルの子かな。で、身長160センチ。 東高校の陸上部所属、同級生の中で一番気が知れた中。あ多分高校 同級生と結婚するって一番こう、感度上がりそうですけど、なんかね。しかし、羽生譲も英子さんも、後ほどこの交際説を否定していると。英子さん曰く、頻繁に連絡を取り合う中ではあった。しかし、羽生のお母様もとても厳しい方で、二人で会うことはとても難しく、そもそも交際はしていないと話した。また、羽生も根も葉もない噂だと交際を否定した。しかし、羽生の結婚相手が仮に一般の方であれば、英子さん以外の東高校の同級生である可能性もあるということですね。 で、はにゅうの結婚感と、えー、どういう風に結婚したいか、結婚感をね、話してたことがあって、えー、2015年テレビ出演した時に25、6で結婚したいと語った。まあ、早いですね。今時のことしたらね。早いね。そして今回羽生結弦は28歳で結婚してると。またこのインタビューの時に子供についても欲しいと話してた。2018年、ピョンチャンオリンピック後のインタビューでは、自分が結婚したら裏切られた。 と言われるのではないかと不安も口にしていたということでね。ハニューズルはもともと家庭を持ちたいという願望はあった。そして今回それが重なったことでファンや周囲の方もとても嬉しく思っていらっしゃると思うと。有力はマユウと高校の同級生の一般人の人ということで。まあ、マユウ結構可能性あるんじゃないですかね。もう引退してるし一般人となってるから。 応用する必要ないし過去に熱愛報道もあったぐらいですからということでハニューロスがすごい未だネット上ではハニューズルの話題に結構持ち切りなんですけどハニューズルファンももちろんいると思いますけどマユーファンもまあいますから引退したとはいえね、えー、でもやっぱりハニューロスの方が大きいのかな全体的に見るとねということでねで現結ンのハニューズルの相手は公表できないまさかの訳とはというね動画になりました、えー、最後までご視聴いただきありがとうございました